今日も全力ぶっちぎり、マクビロ君とリオでございます。はい、ちゅうことで久しぶりに出てきたね、アラレちゃん。もう賢くしか見えへんな賢く全然見えないはい、ということで伝説のブブロック、はい、新キャラ確定ガチャは買い、それともスルーということでね、うん、ちょっといろいろ調べてまいりましたので皆さんにお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、ということでね、今日は俺が説明したいと思います。はい、伝説のブグ6、新キャラ1体が確定のガチャチケットとオーブ50個のセットが販売。4900円です。あ、言っちゃった。おい、まから言うんだよ。1月4日月曜日12時から販売ということで、お一人様1回限り、価格が4900円。税込み？しません。で、内容なんですが、はい、伝説のブグ6、新キャラ確定ガチャチケット1つ。うん、&オーブ50個ということで、はい、まあ、気になるのがここですね、うん、過去の新キャラ1体確定ガチャのキャラクター、はい、これが今まで5回開催されてるはずなんで、お、うん、違ったらごめんねで、この中でもちょっと画面に出しておきます。ダン、はい、この中でも当たりのキャラクター、うん、第1弾がオスカー、フィン。これは EX エアで活躍してました、オスカー。で、フィンが近畿9の極で、第2弾、マルスがゴーデスコンプレックス、ユピテルがティファレト、うん、まあ、他もありますけど、まあ、代表的なところで言ってます、はい、第3弾、アシカがヨシテル、うん、ザネドゥ、宝蔵院、キンキ22の極、うん、ナスヨイチ、アドブタ極み、うん、第4弾、アザトース、超究極イシス、はい、ヤルラトホテプ、クーヤ、うん、ヨグサトース、ヨーグルトソースじゃないからテルナノーク、なるほど。第5弾、ペルセウス。代表的なクエストは今ははっきりしていない、あ、けどやっぱなんかね、強いイメージがある。強い、はい、うん、マルタ、ゴーデツ、マーチ、うん、だけじゃねえけどな。もうなんかね、そこら中でね、むちゃくちゃしとるけどなこいつで、源の頼光、ゲレグネ、これが光の冒険戦です。あ、なるほど。で、最近で言うとアザトース&マルタ、うん、この辺が大当たりキャラになるかなっていう感じです。うん、基本的外れ枠は少なく1年を代表するキャラクターになりかねないのがこのガチャ、うん、課金をしてもらうために接待されやすいのも特徴でございます、うん、ということで、うん、当たりキャラはじゃあ今回何なんやと、うん、気になる。ゆうとくにね、はい、詳しく一体一体説明していきたいと思います。はい、評価はいつも通り6段階評価です。はしょります。はしょるんだということで、うちでの小槌から、はい、総合評価の方、はい、A、いけてる、ということで、ちょっとね、はい、まあ、重要な点というか、うん、まあ、ちょっとここは特に知っといてほしいなというところ、はい、はい、だけ言っていきたいと思います、はい、アビリティなんですが、ロボットキラー M、 これはロボット族に対して攻撃力が 2.0 倍になります。うん、2倍になるんや、はい、で、打ち出の小槌はスアビにキラーを持つために友情にもキラーが適用されます。あ、で、友情、砲撃型の超強貫通フォーミング18、うん、これはローレライと一緒です。おー、すごいね。だけど、うん、打ち出の小槌は反射なので、ローレライほど使いやすくはない。うん、確かに、うん、ただあのローレライの友情にロボットキラー M が乗ると考えると、うん、ちょっとやばそう。そう、そこはロボット族だけだけどね、うん、でもやっぱキラーがあるだけでもね、うん、ちょっとロマンがあるかなっていう感じがします、うん、あと超メテオ、これはボスがロボット族の場合、うん、意味不明な火力を誇ります。で、使えるクエスト、うん、13の極、これ近畿ですね、はい、イダテン、イダテンなんかロボットだから絶対強いよね。もう、あ、天ぷらみたいだけどな。はちょっとイダテンってさ、揚げテンみたいな、エビテンみたいな、バカかいつも思っちゃうんだよねあとブリトラとか、まあ、この辺になると思います、はい、で、相性のイキラ、はい、アンチダメージボール&アンチブロックということで、豪絶、はい、モラル、はあ、モラル、はい、うん、ということでまとめいきます、はい、貫通であればローレライを完全に超えるキャラクターになった。お、ただしホミキューが出るステージはちょっと辛い。うん、確かにね、座れちゃうからね、はい通常クエストなら何してんねやホミキューのもねいつもだってやるやんそうや、俺やってるやってるやんほんまにやってるやん、ホミキューの真似俺どんな顔してたのかめっちゃ気になるわ、後でちゃんとチェックしよう。通常クエストなら反射ではマナなどの強キャラがいるため活躍の場は少ないかもしれない、うん、
モノルとキミックが被るので長距離曲の適性になる可能性が非常に高いです。なるほど、うん、やっぱ長距離曲といえばね、うん、オーデスキャラクターっていう感じなので、あ確かに、はい、ちょっとねこの辺が刺さってくる可能性はあるのかなって思います、うん、はい、次のキャラクタートライデント、うん、なんかあれね入れ歯みたいやね。あ？トライデントってなんか入れ歯みたいじゃない？伝説の武具だぞ。じゃなんか名前がさこうなんだっけほらポリデントとかこうなんかあるやんとかデントなんか入れ歯みたいじゃない？伝説の武具を装着。はじめにほらほらほら超強くなる。バカ野郎。総合評価 A ということでね。おお、はい、さっきも A やったね。あ、まあそうです。うん、でまだ、ちょっと この点だけっていうところに触れていきたいと思います。はい。アビリティ、うん、マフージ L。これは魔族、魔人の敵に対して攻撃力が 2.5 倍になります。あ、トライデントはスワビにキラーを持つので友情でもキラーが適用されます。あ、ドレイン、キャラが直殴りするたびに HP を回復、うん、これはダメージに依存します、うん、要はいっぱいダメージ与えた方がいっぱい回復するってことだよ ね、うん、なるほどね。だからキラーとは非常に相性がいい、うん、はい、マフージ L を持つためキラー対象のクエストでは HP 管理が楽になります。で超アンチワープ、はい、これはワープ無効化&ワープの数に応じて攻撃力がアップ、いっぱいワープあればあるほど強くなる。そうっす、うん、まあ、上限はあると思いますけど、うん、100、200個もワープ出ないから出ないね、はい、で2個の場合 1.1 倍、うん、5個の場合 1.25 倍、うん、この 1.25 というのは紋章の対光とか闇とかああいうのの極みと同等になります、うん、ということで次友情、はい、トライデントレーザー EL でロックオンではないため、うん、上3方向に属性特大レーザーとなります。上3方向、はい、常に上ってこと。そうです、ロックオンの場合は、うん、敵に向かって3本のレーザーがスゴーンって当たるんだけど、うん、上しか行かないの。はい、昔のワンウェイレーザー、ワンウェイレーザー誰がおった？テキーラ。あ、ドーン、うん、あ、あれのドーン。そうバカすぎる。あれのドーン。ゴールセットトライデントレーザー、うん、触れたキャラの進行方向の壁にレーザーガンを設置し3本のレーザーを放つ。で、同友情を持つキャラクターということで幕末リザレクション、うん、これが同じ友情火力です。ほうほう、あとガビン、うん、パワー型で威力は低いけど弱点キラーを持ってます、うん、で、ちなみにこのトライデントレーザー EL とウォールセットトライデントレーザーに関してはどちらもマフージ L のキラーが友情に乗ります。あ、魔族に対してはむちゃくちゃ強いよね。もう一瞬でいなくなっちゃう。もうものすごい火力出すよね、うん、はい、でもボスとかにこうボスとか下にいてそれが魔族系だったらもうあれだよね、そこにさ置いといたら溶けちゃうってこと？そう、だからちょっと気をつけないといけないのが、まあ、下配置とかになるかな。そうだよね。だトライデントレーザーとウォールセットトライデントレーザーっていうのは、うん、若干ちょっと使いにくいかな、うん、だから場合によって使い分けるみたいな感じになると思う。うん、うん、で次ストライクショット、はい、壁に触れるごとにトライデントレーザーで敵を攻撃、うん、ということで、はい、あの対抗棒っているじゃん、あの SS が、あーなんか壁だとレーザーがドーン、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 ドーンってなるじゃん。なんかあったのやつ、はい、あれが3本なの。対抗棒は1本だけど、うんうん、あれが3本で出るって感じ。こういうこと。何してんの。3本、3本で出るってことや。そういうことです。おー、はい、すごいね。だ威力に関してはちょっとわかんない。うん、はい、ということで、使えるクエスト、はい、カルナ、これはゴーゼスですね、うんうん、あと、二雷課題、うん、ザオーゴンゲン。言えたね。覚えたわ、うん、あんな恥かいたから覚えたわ、うんうん、ヤマタケゼロとかになると思います、はい、でまとめ、次の豪絶が水になるためワンチャン適正に躍り出る可能性を秘めている。お、同じ貫通の幕末秀吉ベルクーリがアンチワープの弱点キラー、うん、特に幕末が同じ友情を持つので少し怖い。なるほど。そうだから、まあこのキラーが乗ったとしても、うん、他のキャラクターでちょっと補えちゃったりとかするんじゃないかなっていう火力を、うんうんうん、ここまではいかないにしても、うん、だからまあそういうことがある可能性はあるなっていう感じです、はい、ということで次のキャラクター、はい、ボーパルソード。ボーパルソード、はい、言いにくいね。総合評価 A。 おアビリティ、はい、アンチダメージボール、アンチワープ、アンチブロックを持つキャラは光属性では他で存在しない。あ、そうなの。はい、ほら
このアビリティセットは貴重だね。はい、うん、多属性だとクラピカ、おークラピカさんのみ、あららら、友情、ランページレーザー EL、 超絶斬撃か、ともに今の時代の強友情とは言いにくい火力です。ちょっと、ね、控えめ、控えめなのこれでも、はい、EL なのに。そう、ランページレーザーってそこまで出ないんだよね、火力、うん、キラー持ちとかじゃないと。あー、そういうことか。うん、というストライクショット、はい、触れた敵の攻撃力アップ、防御アップ、反撃モード、怒りを打ち消す。特に反撃モードで投下する敵の場合はこの SS は重宝します。あ、まあ、例題で言ったら、うん、近畿17の極、うん、宝来が透明になる、はいはいはい、透明になるなって言えるのね。そう、うん、言える言えるっていうかちょっと待てってうん、うん、分かった、そうや、引き止めれるね。そうや、そうや使えるクエスト、はい、直妃、愛染妙怪、不動妙怪。おー、ということで、ここがちょっと怖いんですね、はい、相性のいいキャラクター、うん、アンチダメージオール&アンチブロックの貫通、はあ、ここで友情&キリト、お、来たね、エリザベス、はあ、7つの大罪の、はいはいはい、ゲーテ中心化、はあ、ここ全く使い道ないので。そうだね、まだ使ってない人たちじゃない、はい、だから、うん、この前のマーチの敵戦にマルタがなったでしょ、はいはい、あれってアリスがちょっと怖いぞって言ってて、で実際やっぱりそうだったじゃんか、うんうんうん、だからこいつはちょっと怖いなって思う。ちょっとアリスっぽいとこあるしね。はあ、いや、ダメですか。そうそうそう、ちょっと悪いアリスみたいな。ということで、まとめ、はい、新キャラ確定ガチャで友情火力があんまりないのが不自然すぎる。うん、パワーアップボールなど時間殴りのクエストが用意される可能性が高い。特に SS が結構特殊なため、うん、不気味なキャラクターである。うーん、なるほど、うん、ちょっと怖いんだなこいつ。うーん、ということで総まとめいきます、はい、3キャラの総まとめ、はい、おそらく今回のガチャは上級者向けのガチャになると思います、うん、マルタのようなさまざまなクエストで力を発揮するキャラクターはいません、うん、ステータスが現在は発表されていませんが、うん、次の控えの冒険戦で活躍する可能性が高い。ああ、なるほどね。もしくは超究極とか。うんうんうん、その中でも一番不気味なのがさっき言ったボーパルソード。最近ガチャキャラの中でも友情が残念、うんうん。しかし SS が特殊なため使い道を用意されている上でのキャラクターの可能性が高い。なるほどね。うん。はい。また相性のいいキャラクターでも怖い名前が盛りだくさん。うん、さっきの。うん。こういうキャラクターがモンストでは輝くことが多い傾向にもある。うーん、要はさ、キラー持ちとかよりはさ、うん、結局なんだ使うのこっちかみたいな。あー、あるね。ああ、うんうんうん、なんか他のキャラクターの方が強いからあっちの方が使えんじゃねえのと思ってたらあれこっちだったみたいなあれあれね、結構ね。そう、結構これモンストあるあるなので、だからなんだかんだ言ってこいつが光る可能性高いなと。なるほどね。怖いんです。ということで、マキピロくんがガチャで欲しい順番でございます。はい、正直言うていい、うん、分からん、分からん、分からん。未来型が多すぎて今現行使えるっていうよりも、うん、これから使うキャラクターやから、うん、そうね、これは運営さんのさじ加減でいくらでも順位が入れ替わるそれはね、はい、うん、なので、まあとりあえず僕らはそのガチャは引きますが、うん、はい、まあ、どれ出てもいいかなっていうぐらいの感覚で引くと思う、多分、うん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 、まあ、その中でもあえて順位をつけるとしたら、うん、1、うん、内出の小土、まあ通常でもまあ使えるかなっていうところもあるからかな、うんうん、2、トライデント、いや、ちょっと使ってみたい、うんうん、ただね、ちょっとトライデントはちょっとね、友情とか本当の友情火力とか出そうと思うとちょっと難しいキャラクターにはなる、うん、はい、これがね、トライデントがね、ロックオンやったらいったな。あ、確実に当たってくれるのはね、そりゃ欲しいよ、うん、分からん、でもひょっとしたらこれがいいのかもしれん。逆に、うん、ウィンドとかで座れて、あ、設置できて当てるだけみたいな。なるほどね、うん、まあ、そんな優しいクエスト作ってくれる気はせんけどね、はい、で3位がボーパルソード、はあ、まあ普段使うかっていうところから、うん、まあ、使わないかっていうところだけでその順位を決めました。私ワルアリスが一番なんかイラスト的には好きだね。イラストね、うん、なんかいいよくないかな、ちょっとこう見下した感じちょっとエスキャラっぽい。そう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 、
だからね、まあ、今回のキャラクターは本当にちょっと上級者向けなんじゃないかな、うん、あの通常クエストガンガン周回したいとかそういう楽しみ方をしてる方は、うん、俺は別段スルーしてもらって今の超獣神祭に行っていいと思う、うん、そうだね、新春でね、そう、うん、ただいろんなところ例えば、トレノバ運極にしてる人とか、うん、もうそういったちょっと強いキャラクター運極にしてなんぼでしょって考えてる人は、うん、引いてもいいと思う、うん、うん、なるほど、そうだからまあ自分が楽しみたいレベルでスルーするか、うんうん、行くかは決めてもらうのが一番かなって思います、はいはい、ということでね、はい、超クソ真面目に喋ったなんかすごい真面目だったね、あ真面目だった、今日真面目に俺が説明せんとどうならんでしょう、私がなんかすっとぼけみたいな感じすごい嫌なやつやんけど常にすっとぼけてますからねいい音だった、はい、ということで、まぁ、あ、ちょっとでもね、参考にしてもらえたらなって思います、はい、ただですね、やっぱ未来型なので正直わかんないところが多いんすよ、うん、うん、どうなるかはわからないけど、うん、まぁ、あ、おそらくこういう感じじゃないかなっていう俺の見解です、はい、信じるか信じないかはあなた次第ということで今回は終わりたいと思います、はい、それでは皆さん、せーの、いい耳だよ、ありがとうございましょう、ありがとうございます、いや今日も賢いところを見せてしまったからこれで女性ファン増えるな俺、どうやろうか、今どのくらいの割合なんやろな、男性のファン、女性のファン、え、そんなんやめろやこんない俺現実に蓋してんねんからやめろや現実逃避してるんです、頑張れ